ゃあ改めて用意スタートでいきましょうか。皆さん見えてます？大丈夫ですね。お題を見ていただいています。藤村選手、武蔵選手、よろしいでしょうか。いきます。それでは、あ、スタッフマイクを受け取ってください。武蔵選手から。それではそれぞれのお題です。お二人とも違うお題やりますからね。いきましょうか。2番目の方に伝えていくので、選手が内側から外側に向かって見せてあげる形に並んでください。じゃあお兄ちゃんとお姉ちゃんは向かいにいる選手がどんな動きをしたのかしっかりと見て自分でもできるようにしてくださいね。短い時間の中です。しっかりと覚えてください。それでは行きましょうか。よーい、スタート。さあ言葉はダメですよ。二人ともすごく上手。終了です。選手交代、選手交代です。それでは一番の選手はですね、それぞれステージに残っていただいたまま、今度はお兄ちゃんとお姉ちゃんが内側になって、3番目の選手、各チームステージまでお上がりください。いきましょう。ルーカス選手と段崎選手、それぞれステージに上がります。それでサポーターさんが教えてくれるこのジェスチャーをそのままキャプテンに伝える気持ちを持って受けてくださいね。それでは準備がよろしければいきたいと思います。よーい、スタート。おー、うまい、うまい。なんだろう、何のジェスチャーだろう。残り5秒を切りました。終了です。選手交代の時間です。分かんない、ジェスチャーゲーム分かんないって言ったのに、かなり頑張っていただきましてありがとうございます。それではルーカス選手、段崎選手、内側に移動して、今度はサポーターのお二人に上がっていただきます。さあ、じゃあ上に上がって、あとはもうキャプテン待つのみというところですね。お父さん。じゃあ先ほど教えてもらったジェスチャーをしっかりとサポーターさんに教えてあげてください。それでは行きましょう。よーい、スタート。忠実、教えてもらった通り。さあ一生懸命覚えて、一生懸命教えてあげて。残り5秒です。終了です。それでは選手交代、最後のジェスチャーとなります。さあ、それでは最後のジェスチャーとなりますよ。各チームサポーターさんから両チームキャプテンにですね、ジェスチャーをしていただいて、あとはキャプテンが答えるだけとなっています。それぞれ両チームともに違う答えとなっています。どんな答えが飛び出すのか楽しみです。さあ、それではサポーターさん、そして両チームキャプテン、よろしいですか。いいですね。それでは行きましょう。よーい、スタート。さあ、伝わっていますでしょうか。お二人ともかなり忠実にやられております。残り5秒です。終了、ありがとうございました。それでは答えを聞きにステージの方に向かいたいと思います。さあ、各チーム選手の皆さん、サポーターの皆さん、ジェスチャーありがとうございました。キャプテンもしっかりと、かなり悩んでますね。な、あのヒントとしては、なんとかをするなんとかって感じです。なんとかをするなんとかっていう感じ。
じゃあそれでは答えを決めていただきましょうか。じゃあチーム早坂から答えは、なんとかをする、なんとかですよね、コマネチをするチャナティップ。おお、コマネチをするチャナティップ。惜しい、違う、残念、違う。これ先に答え発表しちゃっていいですか。チーム早坂の答えはサッカーをする小島よしお。これ途中まではねだったんですよ。どこで誰が買いました。あ、お兄ちゃん、お兄ちゃんじゃない。あー、海パンっていう表現でね、まさかのコマネチ見たくなっちゃったみたいで残念。いや、ただ皆さんすごいこう忠実に受け取ってたんですけど、なぜかこうなっちゃいました。さあそれでは福森選手いきましょう。チーム福森、答えをどうぞ。これは、うん、入ってるよ、入ってます、入ってます。あ、声、声コンサドールズの人たちと勝利したときに踊ってるドーレくん。あー、ドーレくんは来たね。さすがですね、さすがだなと思いました。答えは、ね、答えは、ね、カーリングをする。全然違う。カーリングをするドーレくん。どれくんということだけは皆さん伝えたかったんでしょうね。いや、ということでね、両方とも面白いことに導き出すことができました。参加していただいた皆さん、どう